1番2番4番5番6番の体型でスタートいたしました。スリット通過が大きな差はありません。ほぼ横一線綺麗なスタートから一周一負けて向かう先行争いです。まずはインカによる体制は3号艇、外の方から全速で2号艇が切り込んでいく。さらに4号艇左内の方から今度は6号艇が差し込んでバックストレッチ向こう正面でありますが、さあここは2号艇の付け前が決まったか。さあその後2番手争いでありますが、2艇が並ぶ形、6号艇1号艇さらには4号艇が接近いたしまして向こう正面からこれから2マーク、スタートの方は全艇正常です。さあ今度は2号艇が先に回って6号艇内側のから今度は4号艇も差していく上位の体制でありますが、2番1番6番体制か、おっと後方では転覆がありました。上位の体制は2番1番4番か、2番1番6番体制か、そして5番手に5号艇の北山が追走。なお3号艇の鈴木京が転覆をしています。上位は2番1番そして6番という体制でありまして、バックストレッチ向こう正面です。ここは3コースから見事につけ前観光、2号艇の大石、そして2番手追走ですが1号艇の中村俊平、3番手6号艇の杉山です。2、1、6の体制固まって後方は4番5番という体制です。なお2マークを回ったところで3号艇の鈴木京は転覆を期しています。上位の並びは2番1番6番の体勢固まる形になります。後方4番5番、5艇の構想となりまして、これから残り1周に入っていきます。トップは2号艇の大石、そして2番手追走でありますが1号艇の中村俊平、3番手には6号艇の杉山、2番1番6番後方は4番そして5番という体制でありまして、5艇が残り600を切りました。なおこの第5レース3号艇の鈴木京選手は転覆のため失格となっています。1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。一般戦の1レーススタートしました。インの1号艇の関口智久トップタイミングです。イン、トニコース、この2人が優勢。先に回る1号艇の関口に対して2号艇の西山が差していく。3号艇の野井宏が握りながら真ん中へ、内側狭いところ入っていこうという5号艇の前田健太郎、懐には4番6番旋回バックへ入っています。1号艇の関口押し切って先頭で、2番手が3号艇の野井、外3番手から5号艇の前田健太郎、内側からは4号艇の近藤俊也が迫って2マークの旋回スタート正常でした。2番手は左内から4号艇近藤俊也、センターから外を待っていく3号艇の野井、こちらは切り込んでいく5号艇の前田健太郎。3艇が広がった2番手争いですが、左内から今度は5号艇前田健太郎が1艇パスして2番手に上がってきました。外からは3号艇の愛、手先入っています4号艇近藤、ここ3番手争いという感じで2周1マークの旋回です。近藤がかなり外のノアを牽制に入っている。この間に2番手は5号艇の前田が先に行く。近藤が少し弾幕外しかけんですが、内側におーたたたたたたた、2艇が突っ込んできてしまいまして、3号艇はこれによってかなりもつれてしまって、3艇はもう大きく後退していきまして、前の3艇が1、5、4となって各艇が2周2マークの旋回。今3号艇は立ち往生でしょうか。2周2マークからホームへ帰ってきました。1号艇の関口智久先頭、2番手が前田健太郎、近藤俊也が3番手の1、5、4です。3号艇の野合博士は構想に復帰していますが1周近く遅れた状態です。先頭の1号艇の関口は3周1マークの旋回から今最後のバックストレッチへ抜けていったところ、2番手が5号艇の前田健太郎、そして3番手ですが4号艇の近藤俊也が続いています。体型が1番、5番、4番、後ろですが6号艇4番手を走っている野村、5番手が2号艇の西山です。お知らせいたします、3号艇の野井博選手は失格となりまして。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。一般戦の3レース、スタートしました。外に向かって徐々に速くなるようなスリット体型になりました。インから先に待っていきたい1号艇の佐藤大輝を2コースから大倒しを刺して、3号艇の坂東ミスルがまくり出していく。5号艇外を待っていた、内側に
4番と6番村田と野田が切り込んでバックに入っていきますが、1号艇の佐藤大輝を押し切って2番手が2号艇の太田、3番手は残り4艇混戦ですが、わずかに3番と5番坂東と斉藤が少し前、野田翔吾が内側から追いついていく。スタート正常でした。2番手の内側にも3号艇アタックを敢行する。これを行かせて刺していく。2号艇の太田が旋回してここ懐さばいていきました。2番手は2号艇の太田牛を坂東ミスる。そして外の5号艇の斉藤和正、そこへ5番手から6号艇の野田翔吾も迫ってきました。スリット前を広がって通過。21マークの旋回です。2番手ターンは優勢2号艇の太田牛を、そして外を止めて3号艇先手を取っていく坂東、続いて野田翔吾が飛び込んでくる。おっと坂東は差しに切り替える形、外を回った5号艇で一気に野田翔吾が追いついてきた。さあ3番手争いは最内坂東、真ん中に野田翔吾、外を5番手に下がってしまった5号艇の斉藤和正、展開割り食った格好で22マークの旋回。今度は斉藤和正が内へ進路を取るが、これを坂東満が抑えていく。外から外を回っていきます。6号艇の野田翔吾、方面折り返していきました。さあ3番手争いはセンターから一歩前です。3号艇の坂東満、外追いすがるのが野田翔吾、内側から盛り返そうという5号艇の斉藤和正も、2艇身から2艇身半前にいるのは3号艇坂東。内へ向けていく野田翔吾ですが、これを外からかぶせるように3号艇の坂東が先に回って、斉藤和正が飛び込んでくる。野田はどうする。ここを外から外を回るのか、差しに切り替えながらバックストレッチへ入っていきますが、3号艇の坂東満、あったー、後方行ってアクシデント、出口で1人アクシデントが発生しました。上位体系が1、2、3で最終コーナーの旋回です。先頭が1号艇佐藤、2番手2号艇太田、坂東満が3番手の現在体系が1、2、3で間もなくゴールとなりそうです。先頭1番佐藤ゴール、2着が2番の太田、続いて3番の坂東が入線、後方2艇が5番、6番斉藤、野田の順でゴール。なおこのレース4号艇の村田敦史選手が失格となりました。1番、2番、3番、ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。2コース2号艇鳥塚、6号艇畑が好スタート。1周1マーク1号艇村上が先制、2号艇鳥塚が懐を切り込んだ。マークイザさん、3号艇上原、内側から4号艇秋山、5号艇長谷川、指した2号艇鳥塚、この内側から4号艇秋山が迫ってくる。外から1号艇村上が3番手、あとは内から5号艇長谷川が接近。スタートは正常です。2マーク4号艇秋山が先制、5号艇長谷川橋から切り込んでくる。2号艇鳥塚、握ったのは1号艇村上です。先頭4号艇秋山振り切りました。2番手内側から2号艇鳥塚、3番手5号艇長谷川が続く。1号艇村上現在4番手、レーサー2周1マーク4号艇秋山トップ、2番手は2号艇鳥塚、そして3番手小回り1号艇村上、5号艇長谷川差し返した。内をつく5号艇長谷川3番手、上位は4番、2番、5番です。ナニターマーカー4号艇秋山博一がトップ、2番手は2号艇鳥塚が旋回です。そして5号艇長谷川が続く4双子、あとは3号艇上原、1号艇村上、そして最後方から6号艇畑がついて最終周回です。1周1マーク差しを届かせる形になりました。4号艇秋山博一がトップ、2番手は2号艇鳥塚が旋回で、5号艇長谷が続く4番、2番、5番、4双子、4番手から1号艇村上が追走です。3連単マーシューで 146.3 倍です。これから最終ターンマーカーシリーズ2勝目、4号艇秋山、得点率 9.ちょうどで予選が終了です。2番手2号艇鳥塚、そして5号艇長谷川の順、4番、2番、5番、4双子、11レースまもなくゴールです。4番秋山五輪、2番鳥塚五輪、5番長谷川五輪、1番村上、ラスト6番畑が五輪。なおラスターンマークでは3号艇上原が現在落水しています。お知らせいたします。3号艇上原は最終ターンマークで落水失格となりました。